はい、もちもち TV のもちです。以前、スタバの福袋を、その、買えなかった、抽選で外れて買えなかったっていう動画をアップしたと思うんですけど、まあ、そのリベンジじゃないですけど、ミスドの福袋を今回ゲットできたので、そちらを紹介したいと思います。なんか今回のミスドの福袋は予約することができたので、まあそんなに、まあ発売は12月26日なんですけど、そんなに急いで、もう朝から店に行かなきゃっていう感じではなかったんですけど、無事に予約できてゲットできました。で、カードとグッズがあるんですけど、まあ僕は一番いい5900円の福袋を買ったんですけど、多分これが一番人気なんじゃないかなと思うんですけど、まずこれですね。ドーナツ引き換えカード50個 ?50 個ってすごくないですか、これ。このドーナツ引き換えカードでミスドを50個食べれるんですけど、まあ、187円以下のドーナツを50個食べれるということで、もうこれだけでも、もう価値が、5900円の価値があるんじゃないか。だって、187円以下を50個食べれるってことは、9350円分食べれるということで、5900円分で9350円分、まあマックスですけど、限界ですけど、まあそれだけ食べれるということは、本当に、まずこのカードだけでもう福袋の価値があるんじゃないかなって思います。で、さらにそのカードプラスグッズですよね。まあこちらなんですけど、本当にこちら、ものすごいでかい福袋で、福袋、福箱っていうのかな。この大きな箱に入ってるんですけど、まあ、このいろんなポケモンの柄が描かれてて、このピカチュウとかこのおなじみの感じで、なんかミスドを食べすぎてちょっと太っちゃったみたいな、そんな感じの、もう勝手にそう思ってるんですけど、みんなそんな感じでちょっと太っちゃったみたいな感じのポケモンたちですね。で、まだ内容品とかをあんま確認せずに僕これ予約したので、まあ、とりあえず一番いいやつ欲しいなと思って買ったので、今からこれを開けたいと思います。あ、中身はこんな感じなのね。中身はこんな感じ。箱がこれだけに対して、箱がこんな大きいのに対して、中身はこれぐらいなので、なんかぎっしり詰まってるっていうわけじゃないですね。まず順番に紹介すると、一つ目はカレンダーですね。2023年のピカチュウの柄のついたカレンダーです。まあ、こちらは飾るのにちょうどいい、トイレとかに飾るのにちょうどいいサイズなのかなって感じがします。まあ、中身はこんな感じで2ヶ月1ページになってる感じですね。はい、続いてクリアファイルですね。まあ、こちらのクリアファイル。まあ、クリアファイルって結構グッズにしやすいと思うんですけど、まあ、こちらのポケモンのクリアファイルとっても可愛いので、やっぱ使うのがちょっともったいないですね。はい、そしてこちらバスタオルということで、まあ、こちらのバスタオルもちょっと使うのがもったいない感じなんですけど、まあ、洗って使いたいと思います。はい、そしてこちらがトートバッグですね。このピカチュウの顔が、まあ、ドーンと乗ってるので、本当にちょっと使いづらいっちゃ使いづらいんですけど、まあ使える場面では使えると思うので、まあこちらも使っていきたいと思います。はい、そしてこちらのハンドタオルですね。まあ大体絵柄は似たような感じなのかな、どれもって感じなんですけど、まあ結局どれも可愛いってことですね。はい、そしてこちらがスケジュール帳ですね。まあこちらのピカチュウのスケジュール帳なんですけど、まあ黄色いスケジュール帳で、まあ来年のスケジュール帳買ってなかったので、まあこれは使っていきたいと思います。はい、そしてこちらメモ帳ですね。なんかこのメモ帳は結構薄めの感じで、なんでこれをグッズの中にスタメンに入れたのかなってちょっと感じなんですけど、まあメモ帳はメモ帳で、まあよく使えると思うので、まあこちらも使いたいと思います。はい、ということでこちらのグッズたちなんですけど、まあこちらのグッズたちと、こちらのカードと、あの豪華な箱がついて、まあ5900円だったので、まあ、本当にお得だなと思いました。まあ、福袋って、まあ、大体どこもお得のようにできてると思うんですけど、まあ、ポケモンが好きな方は、本当にミスドの福袋おすすめなので、ぜひぜひ買ってみてほしいなと思います。あと、ドーナツが好きな方ですね。ポケモンが好きな上に、ドーナツが好きって方は、もう本当にこちら買うしかないなと思っています。まあ、他の金額の福袋もあるので、まあ、これが一番高いやつなんですけど、まあ、もっと安いやつもあるので、まあ、いろいろみんな選べると思うので、ぜひぜひ皆さん買ってほしいなと思います。はい、以上、もちもち TV でした。